血の匂いだ。吉森か。死んでる。こいつは最後までわけのわかんねえ野郎だぜ。そろそろここもヤバそうだな。なかなかいい女だな。名前は何という？名前は何だ？サワ。サワ。どこから来た？今さら甲賀であることを隠すつもりか。甲賀の柏木の里から来た下人だ。織田軍と一緒にこの里に攻め入ったのか。どうなんだ。こんな伊賀の奥深くまでか。ここは伊賀の忍びのみが知る場所。どうやってたどり着いた？女はいいな。男みてえに肌が硬くねえからこっちの拳も痛まねえ。遊び道具にするな。羨ましいか。俺はガキじゃない。じゃあ何が美味しいんだ。俺の拳か。貴様は里の棟梁に賢いと言われてたな。お前を気に入っていた棟梁も死んだ。この乱で命を失った奴らはよ、誰のせいで死んだんだ。どうなんだよ。俺は伊賀を裏切らない。裏切るも裏切らねえも、伊賀なんて国はなくなるかもしれねえんだよ。気が早いぞ。織田軍がどのくらいいるか知ってるか。
46,000だ。それに比べて伊賀の軍はどんだけだ。4,000。のみが熊と戦うようなもんだ。伊賀は滅びない。なんだと。黙ってんじゃねえよ。なんで伊賀が滅びねえのか言ってみろよ。待て。迫ってくる敵の中をわざわざここまでやってきたことを忘れるな。俺たちには務めがある。李局よ。なんだ。必死か。お前も滝野と同じように可愛がられてたからな。何が言いたい。目の見えないお前が忍びとして生きてこれたのは誰のおかげだ。あいつがいなくなった今、他の上人に認めてもらうしかねえよな。だから織田に攻められて他の仲間たちが逃げ出してる時にこんな務めに手を挙げたのか。無駄口はやめろ。なんだと。よせ。とにかく、なぜ俺たちが探していた義盛がここに倒れているのか、この女から聞くんだ。吉森に呼ばれた。そうだ。どうやって伊賀の吉森と甲賀のお前が知り合ったんだよ。どうしてこいつに呼ばれた。どうやって吉森を知った。
私を拘束していたぶった。で、私の里では一度でも敵に捕まった忍びの命はない。だから吉森のために働き始めたのか。こいつは誰か位の高いやつのために働いていると言っていた。言うことを聞けば悪いようにはしないと約束をした。戦国の世にまだこんなお人よしがいるとはな。あんたの伊賀こそ織田に立てつくとは能天気だ。お前はこいつのために何をした？一人だろうな。一人で来いと言った。素直じゃねえか。これで最後にしてくれないか。なんでだよ。甲賀には私を疑い始めている下人がいる。だからバレたら首を切られる。甲賀じゃ裏切り者は首切られんのか。俺の里では薬だな。縛られて毒薬を無理やり水で喉の奥に流し込むんだ。毒薬っつってもな、すぐに死ぬやつじゃねえ。ゆっくりと五臓六腑に染み渡るやつ。それを飲まされてから縄を解かれる。やつは喉をかきむしって胸ひっかいて血だらけになって死んでいく。それを全員の下人たちの前でやる。見せしめだ。逃げねえように、言うこと聞くように、死ぬまで働き続けるようにな。俺はガキの頃からそれが面白くてよ。ドブロク飲みながらアホな下人どもが死んでいくの見てたな。ほら、ビビっちまったか。あんた、いい死に方はしないね。そら、どんな死に方だ。痛いのか、苦しいのか、血が出るか、それとも骨が裂けるか。楽しみだな。こいつは私を死ぬまでヌヒのようにこき使い続けるつもりだった。それは下人が畳の上で死ねないことよりも明らかだ。こいつに何を頼まれて
こんな山奥までのこのこやってきたんだ。それを早く言えってんだよ。織田と甲賀が次に伊賀のどこを攻めるかってことだよ。こいつはそれを明日の伊賀の集まりで話すと言っていた。伊賀の集まり知ってるか。小耳に挟んだことがある。それは伊賀の最後の企みかもしれないな。俺たち伊賀だけでは織田軍を倒せない。奴らは銃を何千丁と持っているという噂だ。伊賀は他国の武将に助けを求めるのかもしれない。他国に魂を売り伊賀を取り戻すってのか。その集まりがあるのかよ。あるのかって聞いてんだよ。あんたもいい死に方をしないね。どんな死に方だよ、言ってみろ。その女と吉森の死体を横へ運ぶんだ。甲賀の奴らが俺たちに気がつくと厄介だ。俺は死体かよ。この忍びもお前が殺したのかな。私は手を使わないで呪い殺せるのか。この女を殺すときは俺に任せろよ。それで吉森は遅かったじゃねえかよ。仕方ないだろ。なんだ。織田と甲賀が攻め込んでどこもかしこも仲間の目が光ってるんだよ。甲賀の女は口が達者だな。腕立たねえくせによ。でどこ攻めんだよ。これをどうする。知りてえか。まあいいだろう、教えてやるよ。そいつはな、ある集まりで伊賀の上人たちに知らせんだよ。集まり。生き残った上人たちに恩を売る。織田がさらに攻め込んでくる前にな。何のためにだ。伊賀がそう簡単に潰されると思うか。上人たちもそんなに間抜けじゃねえ。
そいつは伊賀が残った時のためのものさ。これは裏切りではないが、伊賀のためというわけではないな。俺は吉森と同じことをするな。でお前は誰に縛られて、奴は誰に殺されたんだ。伊賀がそう簡単に潰されると思うか。上人たちもそんなにバカじゃねえ。そいつは伊賀が残った時のためのものさ。背後から襲われて誰も見ていない。どうだっていいだろう。それより俺たちもその密書とやらを手に入れて上人のとこに急いで届けようぜ。文句があるならてめえはこの女と乳くり合って甲賀の奴らに殺されろ。密書はどこだ。殴られたくねえだろ。懐よ。最初から正直に言えよ。てえなどうした。こいつの懐に針が入ってたんだよ。どうした？毒針を仕込んでた。毒だと？殺してやる！やってくれたな。女と見るとすぐに懐に手を突っ込みたくなるやつがいるからね。用心だよ。何も書いてない。もともと誰かを殺そうとしたってことか。言っただろ。吉森は私をヌヒのように扱っていた。だから一泡吹かせてやろうと思ったのさ。だけど吹かせる相手は変わっちまったね。
滝野。なんだ。そいつを殺すんだ。そしてその伊賀の集まりに俺たちも駆けつける。仲間と織田軍に立ち向かう術を考える。俺はどこで集まりがあるのか知らない。ここから西に三里ほど行けば、ここと同じような伊賀の隠し穴がある。そこに行けば伊賀の生き残りがいるはずだ。そいつらから聞くのか。その女は仲間を殺した。吉森もその女が殺したかもしれない。違う。私はあの男は殺していない。あんたたちも分かってるだろう。私は縛られてるんだ。その女の話を聞くな。与えられた命を考えろ。ちょっと待て。ちょっと待てと言ってるんだ。本当のことを言う。あんたたちの知らないことだ。私を殺すのはそれを聞いてからでも遅くはないだろう。滝野、話を聞くな。殺せ。そいつはまた俺たちを騙す。殺すんだ。少し時間をくれ。今はそんな時じゃないはずだ。お前はガキの頃から優しすぎた。好きにしろ。言ってみろ。今日は何だ。やぶっかだらけだぜ。待ち合わせ場所間違えたな。しかしよ、北畑信勝は今頃親父の信長にこっぴどく叱られてるだろうな。簡単に落とせると思っていたがに、一度は追っ払われたんだからな。大体舐めすぎなんだよ。俺たちは見た目は普通でも中身は人を殺めるのを何とも思っちゃいねえ殺し組だぜ。あんなのが世継ぎじゃ織田の天下も意外とねえかもしれねえな。ところでよ、伊賀の里に忍び込んでいる甲賀の忍びを全部調べてこねえか。何？乱を引き起こしたのはこっちの上人下山甲斐だ。だけどな、甲斐だけじゃ信長とは通じれねえ。甲斐は乱の失敗をしてその最中に自害したらしいけどな。ほらよ、甲賀が伊賀に入り込んで甲斐に密通してたんじゃねえかと思うんだ。どう思う？甲賀が伊賀に入り込んでる甲賀の名前を知りてえな。それを上人たちに教えてんだよ。そんなこと私にはできない。あるいは甲賀にその名前を買い取ってもらうか。伊賀にバレると甲賀も困るだろうからな。私の話を聞いてるのか。頼んだぞ。
ここ川多すぎるぜ。裏切り者、伊賀の中の甲賀者、そいつらを調べ出したのだ。どうなんだ。やったさ。それができなきゃ私の命がなくなるからね。どうやって調べた。女の力さ。別の国の女に警戒する忍びでも自分の国の女には意外と気を許すもんだ。で誰が裏切り者だ。まただまりだ。私を逃がしてくれないか。何だと。やっと私を苦しめていた忍びが死んだんだ。これで甲賀に戻れる。それで伊賀を攻めるか。私にそんな力はないよ。ただの女だ。ただの下人さ。私を逃がしてくれるのならここのことも話はしない。だいたい私が伊賀の忍びのために働いていたなんて話せるわけがないんだ。お願いだよ。それに逃がしてくれるのなら私の体を自由にしてもいい。残念だが先に俺を殺しておけばよかったな。辻一だったらお前の色仕掛けも通用したかもしれないぞ。後悔するなよ。お前その道を今持ってるんじゃないのか。ここに手ぶらで来るとは思えないな。嘘のうまいやつは全て嘘で固めることはしない。誠のことを話しつつ嘘を付け足していく。吉森の手下だったか裏切り者の書かれた密書のことか、それとも吉森を殺したことか甲賀の誰かと寝たことか、その中のどれか二つぐらいは真実じゃないか。吉森を殺してはいない。この女は縛られていたからな。甲賀とも寝ていない。それは俺たちを垂らし込むためのきっかけだから嘘かもしれない。伊賀の集まりは俺たちの噂は聞いていた。本当だろう。吉森の手下だったということと密書を持ってきたことか。さっきの密書はあくまでもおとりだ。なんだ。何するんだよ。やめろ。触るな。やめろ。ここか。Oh!
大丈夫か。ああ何だ。忍びの言ってたことは正しかったさ。手下と密書、それが正解だ。何人かの甲賀とも寝たが、それはついでだ。そいつは頭が回る。ただこっちの密書にも仕掛けがあることには気づかなかったがね。貴様けど、あんたは私に感謝した方がいいんじゃないのか。なんだと。私は吉森に言われて裏切り者のことは調べたんだよ。それが甲賀の忍びと寝た理由でもあるんだけどね。裏切り者の名前を書いた本物の密書を作ったってことさ。あんたの名前は李局だろ。密書の中にあんたの名前も載ってるよ。あんたは本当は甲賀で、伊賀の裏切り者なんだね。知らなかったよ。あんたが私の仲間なんてね。あんたいつから伊賀に入り込んでるんだい。あんた本当に目が見えないのかい。そんな忍びもいるんだね。初めてお目にかかったよ。黙れ。
れながらに目の見えない俺は、それがゆえにガキの頃に伊賀に送り込まれた。目が見えなければ誰にも疑われることはない。俺は素性がバレて殺される夢を何度も見た。何度もだ。めくらなのに夢を見る。自分が殺される夢。現実の自分を見たこともないのにな。結果、生き残るために他の感覚が鋭く鍛えられた。海にもその力を認められ、滝野と共にそばに置かれたのさ。よく聞け。俺はな、伊賀の中でまだやることがあるんだ。どういう意味だ。織田に抵抗する伊賀者がどこの他国の武将に助けを求めるのか、その知らせを持って俺は甲賀に戻る。伊賀が織田に潰された後、忍びの世界は甲賀の天下だからな。お前のその髪留めを持っていけば、俺はなおさら甲賀の上人に認められる。甲賀の女忍びはよく髪留めに密書を隠すというがな。私を助けないつもりか。俺は伊賀の国に忍び込んだ甲賀がバレることを食い止めた。そしてバラそうとした女忍びは始末した。私は伊賀者を二人も仕留めたんだよ。自分で言っただろ。裏切り者は甲賀に戻れない。大丈夫なんだろうな。うん。本当にあんたの命を狙ってるやつを倒せるのか。くどいぜ、任しとけって。だけどあんたが生き返らなかったら私はここで、あ、俺だって命張ってんだ。よし。多少は顔も傷つけねえとな。そんなとこだろう。その丸薬は甲賀のものか。伊賀にはないはずだ。この女からもらったのか。
異国から渡ってきたものと聞いたことがある。半時だったら真の像を止められるらしいな。知ってて俺の出方を伺ってたのか。お前とこの女が何を持っているか企んでいるのか、俺の正体を知っているのか、その全てを知る必要があったからな。やっとお前もこの男から解放されたな。さすがのお前もあの時俺が何をしたか音や香りでは判断できなかったらしいな。俺たちは裏切り者を追っていた。この乱を引き起こしたのは下山甲斐と言われている。そして甲賀と内通して甲斐を助けた奴が伊賀の中にいるとも噂された。俺たちはそいつらを探し出すよう里の上人に命じられた。伊賀内の裏切り者を探し出さない限り織田と甲賀に何度でも襲われる。こいつは分かっていたが、残りの裏切り者が辻市か李局なのか分からなかったからな。お前たちの企みを利用させてもらった。滝野、無駄なことはよせ。伊賀は必ず滅びる。俺と一緒に甲賀へ来い。郊外帰るか。それだけのために苦しみ抜いて生きてきた。本当に戻れるのか。甲賀はまたお前をどこかに内通者として送り込むぞ。お前が伊賀に送り込まれてきた時と同じ理由だ。それに義盛は織田の忍びだ。あの丸薬は異国からのもの。異国との貿易は織田の配下の大名が一手に行っている。義盛は織田から直接もらったに違いない。義盛は織田から伊賀に入り込み、伊賀と甲賀の両方を調べていた。織田は伊賀を潰した後、用済みになった甲賀も壊滅させる。
忍びとはそんなもんだ。伊賀は滅びないさ。伊賀の集まりのことは聞いたことがなかった。俺は伊賀の上人にはそこまで認められてないからな。ちょっと待て、まだあんたの知らないことがあるんだよ。あるんだよ。本当か？ああ、俺もいいこと教えてやる。本当の下山会は争い事の嫌いな忍びだったんだよ。会は信長と和平の交渉をしようとしていた。だが甲賀の罠にはまった。伊賀の中に忍び込んだ甲賀が海が裏切り者だという噂を立て殺したのさ。いずれにせよ海は汚名を着せられた。それは事実だ。そしてもう一つ変わらないものがある。それは俺が海の息子だということだ。俺は父の汚名を晴らすため裏切り者を見つけ出し抹殺する。それだけだ。お前は甲賀でも伊賀でも生きられそうもないな。